今日はチンジャオロースを作ります。ピーマンと人参をこれから切るんですけど、ピーマンのここ、芯を抜くという裏技を、そういう情報を仕入れたので試してみたいと思います。これワインのキャップですね。これをこうやって、そしたら真ん中の芯が こんな感じで抜けちゃいます。なかなかよいしょ、あら、こんな調子でやっていきたいと思います。じゃあピーマンを切っていこうかな。なかなか包丁と使いはうまくなりません。いつか手を切るかもしれないですね。よいしょ、これも練習。あ、こうやってやるか。押し込みながら切った方が切りやすい。次は人参です。ちょっと長いので半分に切って、薄いな。でも最初に比べたら早くなった方なんだけど、まだまだ。本当はタケノコの水煮なんですけど、今日はちょっと代用で人参を使っています。はい、ごま油を入れます。ごま油で、お肉を、うおっ、まとめて作って明日に食べるという発見です。不揃いのピーマン、味塩コショウを、いい匂いがしてきましたね。オイスターソース、落ちる落ちる、最後の醤油、いいんじゃないでしょうか。
出来上がり。チンジャオロース、牛肉とピーマンと人参、今日はちょっと贅沢な晩ご飯です。これは2日分か3日分ありますね。まとめて作りました。ちなみにこれ、今日お昼にそうめん食べたんですけど、作りすぎたんで余ったそうめんと、ピーマンと人参とハムを炒めた、なんて言えばいいんだろう、そうめんハムピーマンビーフン、うん、まあいいや、まあ、これも2日分か3日分で平らげていきたいと思います。ではいただきます。